大宮町は京都府中郡に属していた町。丹後ちりめんに代表される織物業と農業を基幹産業とし、地域の特性を生かした自然運動公園や国営農地開発を進めた。2004年に周辺自治体と合併して京丹後市となった。大宮の町省庁省は大宮の大の字を外側に描き、宮の字を図案化した。町の木は木製。 町の花は百日草。町の特産品として、絹のポケットチーフ、母ちゃん付け、ヤーコンドリンクなどが知られた。秋田を流れる竹の川、京丹後大宮インターチェンジ付近の小登り町の面積は68.93平方キロメートル。京都府北部の丹後地方に含まれ、中軍の東側半分を占めていた。大宮町は総面積の約80%は山林である。 南西部には、磯砂山を中心とする、磯砂山地帯があり、北東部には、高尾山や鼓が竹を中心とする、中央高台がある。中央高台にある高山は701メートルであり、丹後半島の最高峰である。市街地がある盆地は、磯砂山、高尾山、小津美学、倉木山などに周囲を囲まれており、他自治体との境界としては、北側のみが平地である。 大宮町五十賀に橋を発する竹野川が町内をほぼ楕円型に流れており、竹野川は中石地である峰山盆地を形成している。竹野川、竹野川の支流の常、吉川、竹野川の支流の親川の流域に集落が散在している。大宮町域に112カ所の遺跡が確認されており、また竹野川とその支流の常吉川流域には古墳が多い。 縄文時代から古墳時代の浦陰遺跡、弥生時代の延べ遺跡や岩立橋遺跡、弥生後期から古墳時代の大宮売神社祭祀遺跡や石明神遺跡などである。律令成果ではこの地域に三重里、大野郷、月里が存在し、いずれも竹野川流域にあった。明治維新後のこの地域はまず、久美浜県、峰山県、宮津県に分かれ、 1871年には、豊岡県に編入され、1876年に、京都府に編入された。1908年には、この地域に電話が開通し、1912年には、電灯が灯った。1922年3月には、国鉄宮津線が改良し、この地域には、口王の駅が設置された。1927年3月7日には、 北丹後地震が発生し、この地域は前回戸、全百589戸死者113人、負傷者821人という甚大な被害を受けた。口大野村の死者数は、人口の2.7%に相当する49人、奥大野村の死者数は42人であり、口大野村の被害は特に建物の倒壊と、火災によるものだった。太平洋戦争中にはこの地域と峰山町に、 またがる場所に、峰山海軍航空隊の飛行場が建設され、この地域には宿舎が設置された。大宮町は1951年に6村が合併して発足したが、町名は公募によるものであり、大宮うる神社にちなんでいる。大宮町は峰山町と共に丹後地理面の中心地であり、1982年時点では、個数の 約70%が織物関連産業に従事していた。出店大宮道行く小町大宮町立大宮第三、小学校大宮町に高等学校は存在しなかった。関大宮駅大宮町の中心部を国道312号が通っており、宮津市と峰山町を結ぶ産業道路という性格があった。 1960年には大宮橋が開通し、1963年には平地峠が切り下げられ、1971年には大宮バイパスが開通した。平地地蔵親古墳、常吉村営百貨店。ありがとうございます。